3本とも真ん中に折り目をつけます。わかりやすく伝えるため6ミリで説明していきます。オレンジと黄緑を縦に、青を横にして重ねます。この時青が上に来ます。まずオレンジを輪にして左斜め下に持っていきます。同様に黄緑も輪にして左斜め下に持っていきます。そして左にある青を右斜め下に持っていきます。元から下にあったオレンジをオレンジと黄緑の輪の真ん中へ持っていきます。同じく元から下にあった黄緑を黄緑の輪の右側に持っていきます。最後に右上にある青をオレンジと黄緑の輪の中に通します。通したらオレンジと黄緑を下に引っ張り形を整えます。これで1段目が編めました。2段目以降も同じように編んでいきます。オレンジを輪にして左斜め下へ、黄緑を輪にして左斜め下へ、左にある青を右斜め下へ、真下にあったオレンジをオレンジと黄緑の輪の真ん中へ、同じく真下にあった黄緑を黄緑の輪の右側へ、最後に右上にあった青を2個の輪に通します。そしてリボンを引っ張って形を整えます。では3ミリで作品を作っていきます。オレンジを輪にして左斜め下へ、黄色を輪にして左斜め下へ、左にある青を右斜め下へ、真下にあったオレンジをオレンジと黄色の輪の真ん中へ、同じく真下にあった黄色を黄色の輪の右側へ、最後に右上にあった青を2個の輪に通します。そしてリボンを引っ張って形を整えます。これを6センチ編みます。Thank you.